惑星ベジータに今一人の男の子が産声を上げた。カカロット？これか、バダックの息子ってのは。ああ、やはり下級戦士の子供だな。潜在能力が全く低い。これじゃどこかの辺境惑星に送り込むしかないだろうな。そうだろうな。泣き声だけは一丁前に大きいな。ところでバーダックはどうしているんだ？ああ、やつなら星の地上げに行ってるよ。ここを立ってずいぶん経つ。そろそろ仕事が終わる頃だと思うが。ここか、今回の目標は。おめえら準備はいいな。楽しませてもらおうじゃねえか。始めるぞ。おお、ちょっと待って、急に戦闘が始まった。何？ Z ブラスト、新しい技だな。多くの敵をまとめて倒すことができる。はいはい、1から3まで貯めれて、R1 と L1 ね。 OK、 分かった。あ、はい、どうも、なおちんです。今日からね、ドラゴンボールカカロットダウンロードコンテンツのバーダック、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずバーダック、レベルは最初20なのね。ちょっと待って、全然やり方とか忘れたんだけどな。やり方がちょっと微妙な感じです。でもすぐ慣れるっしょ。いいね。あれ、これ、ああ、だからスタンね。オッケー。オッケー。Z ブラストっていうのがたまったぞ。そんだけ？撃破数がな、なるほど。撃破数が伸びるんだ。あ、全部で80体もそんな倒さなきゃいかんの。なかなか多いな。そう、ほら、いや、意外とすげえな。おお、びっくりした。急に喋りかけたらびっくりするよ。オッケー。なるほど、もう気がないんだ。意外としっかり貯めていかないと。まあまあ、レベルがね、これぐらいだから仕方ないところか。で、落ちないね。 OK。 あと30体、さっきの20回だったからそれぐらいにして終わらせようかな。もうちょっとね、危ねえ。まとめていけるようなやつがあればいいけども、そういう技もまだ持ってなさそうだね。いいね。もうそろそろレベル2になるぞ。 OK、 どうだ。なるほど。レベル1も2もそこまで変わらないなら、レベル1でどんどん売っていった方がいいのかな。レベルアップ21です。あー、レベル100まではまだ遠いな。チッ、はしゃぎやがって。西に400ちょっともらったぜ。星に住まう命がここに消え失せようとしていた。悪の帝王フリーザの指示のもと、サイヤ人はいくつもの星を侵略し滅ぼしていた。しかしサイヤ人たちは知らなかった。彼らもまた数奇な運命の中にあることを。これはその運命に抗い戦い抜いた悟空の父バーダックの物語である。ストーリーは多分すぐ進められるんだよな。でもちょっとレベル上げとかの方法をちょっと探しながら行きましょうか。これ何？ああ、元の世界に戻るやつ？ああ、だね。じゃあ違うわ。敵は普通にいるのかな。なんか今の話で栽培マンがいっぱい出てるとか、そういう話なんだよな。探せばいい。どうだったっけ。あ、こうか。あ、いる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 。敵いるじゃん。普通にいるよ。どこ？栽培マンだ。しかも俺よりレベル高いじゃん。いや、俺よりレベル高くてどうする。いやでもまあまあ栽培マンごときは勝てるね。ちょい待って、いい感じと勝て。あー、でも1万ちょっとか。レベル上げるにはちょっと厳しい感じかな。なるほど。お、あそこは修行場か。必殺技を覚える場所だな。どんな感じなの？スキルツリーをちょっと見てみましょうか。あ、いっぱいあるね。あ、結構あるわ。ちょっと待ってよ。スーパーサイヤ人にはなれないのかな。あ、スーパーサイヤ人はなさそうですね。後で覚えるかもしれないけども、今んとこなさそう。あ、これがそれに変わるやつだな。戦闘民族の意志。うん、気力減少するけども、ダメージがアップする。うん、これがスーパーサイヤ人みたいな感じか。3まであるのね。いやー、覚えるのいっぱいあるわ。これすぐには無理だね。オッケー。とりあえず修行してみるか。 HP 若干減ってるけども回復するっけ。推奨23。まあ勝てるでしょう。レベル2ぐらいの差だったら大丈夫じゃない。 OKOKOK。 あ、はめれるわけじゃねえな。うっそ。オッケー。タンまでが長えな。よし、これでまあいけるね。いや、意外とこれスタンしないぞ。やっぱスタン値が稼げるって技がないからか。いや、ちょっと待って、これ結構厳しいな。おい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 、そんなに減らせないぞ。あ、いやでもまああと一発いけるか。ラスト。あ、いい感じいい感じいい感じ。オッケー、いくぞ。ヒートアップどんな感じ？いいね、いい感じだ。避けられてる。もう一発。オッケー。うん、いいね。なんか近接戦闘が結構強いかもしれない、バーダックは。よし。いやー、もうちょっと HP ギリだな。ちょっと回復手段を探してから、またやっていきます。はい。ということで、今日からですね、ダウンロードコンテンツのバーダックやっていきたいと思います。まだレベルが21か、低いんだけども、まあ、フリーザと戦うときには、レベル100とかにしてね、もうこっちがゴリゴリ攻めて戦っていきたいと思います。物語を変えるぐらいの強さになりたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。